21日午後開かれた会見では自民党岐阜県連会長の武藤陽次衆議院議員が県民に迷惑をかけていることに対し謝罪しました大野議員は派閥から受け取った総額5000万円を超えるキックバックを政治資金収支報告書に記載しなかったとして在宅起訴され自民党を離党していますが本人は詳細を明らかにせず否認しています背景も全て含めてやはり事情を明らかにしていただかないと これは有権者選んでいただいた方には示しがつかないということになるんだと思いますまた岐阜県連では大野議員から不正な資金が地元の議員に流れているという認識はなく独自に調査する予定は今のところないということです